こんにちは、空野です。今日はいじってみます拡張版ということで、猫カフェ渋谷のハピネコさんに来ています。もう可愛いです。早速遊びたいと思います。可愛い。ここは渋谷の道玄坂のすぐそこのところにあるお店です。何カメラに興味津々ですか。かわいい。服を着ている猫さんはですね、避妊手術を終えたばっかりだそうで、あまり触んないでねっていう猫さんです。あら、あんた全部食べちゃったの。待ちなさいよ、まだだよまだだよ。今ですね、蓋を開けるのにですね、膝の上に、あ、ちょ、待って、これケースでしょ。これカメラに乗っかっちゃダメだって。ちょっと、もう待ちなさいよ。ちょっと一回ね、カメラをね、直させてちょうだいって。私がもうちょっと前行くからさ、な、その中ね、手にはまだ入ってないの。だからね、ちょっと手舐めるのやめてもらっていいかな。待って。待ちなさいよ。まだだっての。あんたさっきも食べたでしょ。待ってよ。はい。何あんた食べね、こう餌をあげますとね、亡くなってもずっと手を舐めてるんですよ。手を引かない限り。多分引いて、もう死んじゃってますね。にゃーごにゃーって聞こえる。